神奈川県は襲撃予告を受けて相模原市内の県立高校15校すべてを臨時休校としましたこのうち13校では今日卒業式が予定されていました襲撃予告の影響で予定されていた卒業式が延期となりました体育館には多くの椅子が整然と並べられたままです危機管理上やめない数値なのかなというふうに考えました残念な思いをしているわけですねまあ、非常に腹立ちます 警察は学校を警備するとともに威力業務妨害の疑いで捜査しています。